はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ミンサがですね、ジャミル編何回目だっけ、4回目くらいやっていきたいと思います。で、今メルビルの下水道に来たんですけれども、まあ、ちょっとここに来たわけは海賊退治をやりましょう。ちょっと待って、めっちゃチェーンした乱戦で、そう、電光石火覚えたんだよね、アルドラ。それはちょっと前回の戦いでは別に覚えてなかったんだけど、今回覚えましたと。技を使わせて、とりあえずね、技の種類を増やしていきたいっていうかね、全体攻撃マジで欲しいんだけど。エスパーナロペラまだ演武剣覚えてないでしょ。でこいつも、まあ、こっちのブレードロール、フランシスカはブレードロールあるんだけど、まあ、大地の剣はちょっとないかな。でも大地の剣だからね、覚えてもエルフェス使っちゃうから、だったら火の鳥でいいじゃんっていう話だから。だから技をちょっと今のところ増やしていってる感じで、ローザリアサーベル、あ、廃車剣みたいなラスやくる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 回って全体攻撃するやつ、あれが欲しいんだよな。で、ここ鍵がかかってるんで強固突破しよう。お前を生かして返しちゃ。海賊集団、いっぱいいる。こういう時こそまさに欲しかったのにな、全体攻撃が。まあブレードロールでいこう。でダイアリーは多分もう、あの北部の矛じゃないとないよね、全体攻撃、まあ、だからローザリアサーベルでっていうのもあるけど、ローザリアサーベル自体適性ないからな。でデタラメ屋がね、マジで次覚えてくれっていう。美しく決まった。どうした、弱かったな。で宝箱回収していくか。リジットレザー、もう今取ったちょっとリジットレザー微妙だな。もう金だな、金でいいやつを買っていこう。戦斧とか、海賊のパンダな、390円。金のロット、金のロットも術具だったっけ、まあ、多分使わないけど、まあ、一応これはこれで一旦終了。ちょっといらないのを売って金の足しにしようと思うんだけど、金のロットそもそもいらなくないって思うんだよね、めっちゃ高く売れるし。で戦斧の精霊石もなんかいらないような気がするんだよな。炎、霊気、雷、エネルギーに強いのか、持っとくだけ持っとくか、ちょっとイフリート戦に装備だけ装備させるか。オール、オールはもういらないな。で弱い身いらない、カリウドもいらない、トビーも、いや、いらない。聖杯大火に装備させよう。で激突超回復も別にいらないでしょ。体力、うーん、こういうの別に使わないからな。強戦士、術が使用不能か、ま、術が使用不能になるくらいだったら強戦士にしてもいいか。素早さ一旦かかるからね、だって。で BP 最大回復って言っても気絶するんでしょ。じゃあいらない。でこれもいらない、これもいらない。というわけで売って35,000円か。でフィールドアーマー欲しいんだよね。これが多分結構重いけどコスパがいいんだよな。12,000円で2つ買っておいて、でプロテクターとかショベーの装備してんだこいつ。ジャミルめちゃくちゃ弱かったんだ。フィールドアーマーでアルドラもちょっと重くなっちゃうのか。防御力40か、どうなんだろうな。フィールドアーマーむちゃくちゃ重くなるよね。こいつ早めに動かしたいからな。こいつフィールドアーマー装備してるじゃん。でかやきしてるよ、フィールドアーマー。ちょっと待って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 、フィールドアーマー意外に持ってたな、全然チェックしてなかった。じゃあせっかくだ、装備させよう。これか、これでまあ一応みんな50は超えたっていう感じか。要所要所に強力なモンスターが配置されていて、ちょっとゴールドマインの襲撃事件というか、なんかこれをやっておこう。でもちろんちょっと全員助けないといけないんで、これはマジで地図を見ながらやっていこう。地図というか攻略本というか攻略サイトか。助かったよ、逃げ遅れたやつが。じゃあまずボス、あれ、そういえば
寝てきたっけ。まあいいや。コスパがいいのは乱れ好きはな。 BP そんなに使わないけど EP 使うってやつか。まあ三聖章でとりあえず攻めていこう。なんかいい技を覚えてくれるといいんだけど。藤娘でデタラメやってる。戦闘弓にしてデタラメやからアロレインをちょっと派生させたいな。なかなか覚えないよな。で次のボス、ここはあんまり強くなさそうだな。って言ってもランダムだからね所詮は。デタラメ屋でも2人倒せるし楽勝。であと8体こいつか。倒したことあるな。てか普通に敵で出てくるし。兄さんの神殿に行くときはやり直したりしてかなり苦戦したけど、今となっては雑魚的だ。で7。さっきは手を抜いたんだ。あれこれとさっきのやつってどっちが強いんだ。そうそう種類が違うか。弱かった。雑魚すぎでしょ。あと6。ここもよく見る敵だな。てかあのレイマジでなかなか覚えねえな。であと5体。ここかとですね意外に強いんだよな。なんか見た目弱そうだけどスタンしたし。誰がスタンした。攻撃してればもう問題ないからなスタンは。見てくれ。であと4。あーレイジュも強いんだよな。ちょっとブレードロールで一旦全体攻撃しておこう。何も倒せないか。いやーそこそこ食らったな。誰がどう食らったんだか早すぎてわからん。もう一回ブレードロールと。よし OK で3。あーゲリオンか。ゲリオンめちゃくちゃ強いんだよな。ちょっとエスパダロペダの乱れ使っていくか。山親父も鬱陶しいから総流派も使っていこう。出てたらめ。いやーかける。出たらめ総流派。なんかまひってる誰か。あれゲリオンが、いやまひってるわけじゃないか。もともとそういうあれか。早い。さすが。よし親父は倒した。オッケー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 。全力を出した甲斐があった。で2体。助かった。でこれで助けるのは全員 OK。でそこから不意打ちのチャンス、ゴールドドラゴンぶっ倒していこう。これも完全先手取ってるんで全力でいく。かといって電光石火を使うか。使おう。 LP はまだいっぱいある。で強心剣のこれ総流派。うんーでたらめ、ちょっとでたらめ藤娘でいこう。ダメだ覚えない。痛いなやっぱり。で乱れ突きでいくか。で回復しながらだな。あ素振りでもいいような気がするんだよな。何も覚えないな。技マシーンとしてはいい気がするんだけどな。神くん倒しちゃった。しょうがない。でこっちになんか残ってんだ一体。こいつぶっ倒そう。
誰々好きの図書がブレードローンでいくか。もういいや、勝たそう、全力で勝たす。全力でいくぞ。まあようわからんけど、ブレードルールほんと使いやすいよな、片手の強い。さあこれで全部倒したんで、我が軍は警戒のために3万円で230円で、メルビルも襲撃の事件が起こったんでやっていきましょう。海賊の襲撃だ、任せろ。で、あ、ここには海賊いるのか。で、こいつらどうなの海賊って。一応ブレードロール使うか。で、ディフェンダーじゃなくてローザリア・サーベルでマジでなんか覚えたい。相変わらず戦闘指デタラメ扱おう。まあ強くはないな。じゃあちょっと素振りしてなんか覚えよう。覚えるかっていうのはあるけどね、こいつらだけで。でモニカはデタラメ屋でアロレイン狙い、ミネ打ち、骨砕き、強撃で、ブッチャーがいるけど、あれこれなんか封鎖されてなかったっけ、あの襲撃の予見したから。あ、多分あれだ、報告してないんだ。そうだそうだ、天狗橋で覚えた。素振りの方が覚える気がするな、いろいろと。報告をしてないから、ちょろいもんだぜ。結局対策をしてないんだ。なるほどね、ほっとこう。さあこいつなんか暴風みたいなのが強かったんだよな。でまあどういくかって言ったら、どういくかって言ったら生命のものなんとなくかけとこう。ジャンだな。でここはディフェンダーにしての何が強いんだ、強心剣か。やっぱりで総流派かやきすまだ大丈夫だよ。でようやくねアローレインは覚えた。で、スリーピートかな。暴風これいくつ食らってんだ。ちょっと待って、暗闇になってんな、全然当たらん。いくつ回復したのかもよくわかんないけど、ちょっと待って、暗闇結構厄介だな。なるべくミスしないってやつないのかな。まあいいや、浄化の水でジャン。これ浄化の水でさ溶けるとかないよね、大丈夫？なんかすげえ溶けそうな気がするんだけど。ジャンの強心装備、これは強い。いやジャンやっぱり溶けてるわ。そういうデメリットがあるのか。でモニカちょっと回復しよう。電光石火言ってもな、ジャミルもだいぶ覚えてるからな。さあ行きますよ。でジャミルはだからもう技結構いいんだよ、変幻自在まで覚えてるから。まあモニカのヒットポイントがやばいでしょ。一応自分に浄化かけとくか。おお、回復した、回復あった。OK、まあまあまあ。技もいろいろ覚えたし、実りあるイベントではあった。この騒乱も、そなた、その。1万円。金がだいぶ溜まってきたな。ジャングルの奥地へ行く船だけは乗るきゃね。次の目的は。シルバーの洞窟行きましょう。ジャングル探検。さあこれで隠し通路が開いて、
シルバーの洞窟へ行けるようになりました。さあこれで仕掛けサーチで開いて先へ進んでいく。地図が欲しい。ここも開いてみこう。地図くれ。1000円、石用のサーチ。え、無理に、サーチ無理か。痛い。ひどい。あ、しかも罠あんまりもうないんだよな。100円、クソ。これこそ完全に罠だな。ここに中ボスっぽいのがいるんで、こいつを倒すかと言ってもなんか数だけだな。ブレードロールとで戦闘弓でアローレインを使っていく。連携もつながったし一層だね。だと問題はここの宝箱、罠解除。牛飴、よし開いた。んー、他いるかって言われたらどうなんだ、何があるんだ。どこだこれ。まあいらないっちゃいらないと。金とかだからな。これ絶対欲しいっていうのがないから先進もう。ちょっと罠解除の数も少ないし、綺麗し、なんか一瞬で開いたな。よしこいつで。ひどくない？くそ、痛い。LP4 とか。石げた、重そう。綺麗し、くそ。でもどうなってる今。LP 誰が4くらった。ナイトハルトとかがめちゃくちゃ減ってるしね。ジャンとかも減ってんな。まあいい、あの弟子だ。行きましょうこのまま。お前にはディスティニー・スターにふさわしい力があるのか。でここはもう一気に全力で行くんで、あ、高級傷薬とか持ってくるの忘れたな。命を削って電光石火やるか。1減るか減らないかだったら全然ありだな。で強心剣、まあいつもの通りだけどね。滑殺を覚えたんだよな。11、ナイトハルトのね BP の回復量がむちゃくちゃ少ないからな。こいつ影縫いから影は覚えないかな。いつも期待。覚えた、よしよしよし。1500、吹雪のブレス。これどこだ、食らうてか、なんかジャンだけだし。で5でしょ。まあ貯めてはいきたいかな。あ、電光石火2回打つっていうのもあれだったかもな。何がいいんだろうな。やっぱカットインかな、安定ので。電光石火打ってしまったらカットイン、カットインだな。こいつももう全然な。2段突きでちょっとずつ貯めていくか。でじゃあまあ減ってるっちゃ減ってるか。復活させよう。さすがに大地の剣は火力は出るよな。でジャミルが減って、電光石火でいこう。でアルドラも回復に入るか。で強振の未だ2段突きでジャミル、おいいね。エスパーダロペラもかなり強い。3段突き倒した。自然技。シルバーちゃん、やっとエロ。あんた、さあこれでオパールをゲット。335ジュエル。ちょっとまたレベル上げるか、個別に上げていこう。
町がトカゲに占領されてるぞ。何をぼんやりしてるんだ。町を取り戻すぞ。なんか始まったんだけど。例の商品は入ったかね。アルドライベント初めて見るからな。おあんたか。それならバッチリ入荷済みさ。後で持っていくよ。よきやった。助けるよ。トカゲと人間が一緒に暮らしてるっていうのか。この町じゃ。これがサルウィンがいなくなった世界だよ。ミルザ、俺たちこんな世界を作るために戦ったんだな。最高だ、最高だよ。めっちゃ喜んでくれて何よりです。あ、そういえばこっちじゃない方の裏か。あれやってないわ。なんだっけ、あのミイラのやつ一回ただ寝たいからな。さあミイラやりますか。ミイラを買いません。まああんまり知らせなくてもいいっちゃいいんだけどな。キャー、めっちゃ襲われてんやけど。逆走してるから。どちら、ぶっちゃけ客は知らん。いっぱいいる。押し切る。あれ、これは最初あれか、通常戦闘か。ちょっとブレードロールで。2人しかいないな。待って、アロレインいっちゃおう。藤娘アロレイン。ブレードロールは使ってなかったな。連続バトル。さあこれでチャミルめちゃくちゃあるな。乱れつきだな。コスパが良い。ただ周りはちょっと排除しときたいから、これでいくか。アローレイン乱れつきもったいなかったな。連携でいくぞ。ちょっとあれが遅くないか。で乱れつき、ここは命を削っていこう。あ、電光石火使えねえじゃん。衝突剣で衝突して命を削るか。総流スリーピートだな。乱れ総流派かっこいい。クイックチェッカー、これ弱いんだよな。まあ、シルバードラゴンを倒した実力があればだろこんなやつ。ほら、大変な目にあったぜ。このミイラどうする。ミイラゲット。まあジュエルはねそれなりに入ったからよしとしましょう。で一応ちょっとジュエル突っ込んで、ジャミル再建はレベル4にしたでしょ。でアルドラは再建レベル4で、ジャンがオール3。ちょっと長剣スキル上げたいな。で、ナイトハルトもダイアリをレベル4にして、オニカも弓スキルをレベル4にした。あと多分ちょっとジャンの長剣1上げられそうだから、ちょっとこれ上げていくか。と思ったら足んなかったわ。大型剣ならいけんな。ボーナスがあるから、半額。でもちょっと大型剣いらないかな、今んとこ。長剣を最優先にしよう。お久しぶりです。マリンちゃんがいたんで、ちょっとウコムの方でも回収に行きますか。じゃあマリンこそ元気だったか。え、かい、ま、
いつかは人外パーティーもやってみたいと思うけど、マリーンを人外とみなすかどうかだよね。これだけ見るとさ、全然人外なんだけどさ、戦闘シーンとかは普通に人間の形してるからな、ちょっと考えちゃうよな。マリーンをありとするかなしとするか。まあこいつらはサクサクと倒していくか。あれ、ジャミル自体は演武剣覚えてないんだ。じゃあちょっとつっついとこう。こいつは命を削る演武剣だから2も使うのか。だったら普通にあれだよね、炎のロッドでやった方がよくて、最初はブレードロール、あでモーグレーにした。ローザリアサービルはちょっと卒業して、両手体験のモーグレーでちょっとなんか覚えたい。でこいつは相変わらずカヤキスの槍で、ここでウコブのホックを回収しておきたいよね。で戦闘弓でちょっと全体のアロレインやっていこう。お、ゴールされた。で、どっちだ、フランシスカでちょっと技覚えたい。一発で倒した。大盾いらないです。よっしゃ、よし、ウコムの矛回収。ナイトハルトに装備させよう。こいつ結構強かった気がするんだよな。てか硬そうだよな、見た感じ。うん、乱れつきの術とかの方がいいのかな。奇跡の水とかマジ使いてえけどな。まあまだいいや。炎のロッドで、まあ、いきなり火の鳥が使えるって使えるんだけど、ヘルファイアでちょっとどんだけ通るか。で強心剣でいつもの、こいつどうするかだよな。喝殺撃ってみるか。でモニカは影や使えない。移動ブレイク。弱いな。のしかかりが結構減る。やべ、かなりみんなやばいな。とはいえ電光石火でいくか。聖なる輝き、あこれはあれか、敵にやるやつか。癒しの振りってこれどっち通した方がいいんだ。まあいいや、普通の術でいくか。ジャンジャンの攻撃、あウコムの矛があったんだ。とはいえ、とはいえ回復だなこいつは。自分をで癒しで自分回復回だ。アクラがやられたか。ただある程度ね回復に入らないとダメージが通らないから、ジャミルはガンガン攻撃していこう。ナイトハルトスタルドラを回復でジャンか。もう一回のしかかりが来たらかなりきつい。勝ち上げだったらまあまあまあ一瞬だけで。でジャミルは電光石火で攻撃してくれたから、ちょっと一回蘇らせて強振、総流派で攻撃して、モニカもジャミル、ジャミルだな。癒しの弓だけだと全開しないから。ロックキャノン何回だ、3回1回使った気がするけど1回で済んだな。あ別々で攻撃か。総流派も通るわけではない。1回はやぶさで癒しで、でジャン・ナイト・ハルトは攻撃だな。いやでもやっぱ総流派だな。いや早すぎて全然取らねえわ。まあ強心剣200、総流派もこれしないか。そう思うとやっぱ電光石火強えな。さすがエスパーダ・ロペラといったところか。回復は2だな。あ1000はいかないけど、ウキョウキョウキョウシールド3だったらちょっとまだのしかかりを使ってきそうで怖いな。決めておきたいは決めておきたい。
じゃんも攻撃、いやもうないわ、回復量が弱すぎるよな。ナイトハルト弾き打ち、何かもな、これといったものが影らしくないかな。電光影どうだ、うわ結構ダメージは通ったけど、でもまだ生きてると思ったら倒した。回避でブラックダイヤを回収。外に出るとミニオン戦があるからね。ちょっと高級傷薬を補充しておくか。お疲れ様でした。よくぞデスティニーストーンを手に入れた。虫からの終わりにはよくやった。おめでとう。こいつ別に海の中でも大丈夫なんだね。で、電光石火、どうしようかな。生命の炎っていうか、マジで全体生命の炎があれば全然いいんだけどな。リバイバルかけとく必要あるか。なんか大丈夫な気がする。だったらアルドラ、あ、そっか、 LP とか全部回復してるわ。命を受けて電光石火いこう。で、強心剣、滑殺、これは移動ブレイクだな。知力ダウンができるはずだから1000、いいね、下がってないって。いやでももうそんな致命傷になることじゃないからな。で、あとはちょっと回復しとくか。また2回復でいくか。いやてかナイトハルト本当に微妙だな。 LP じゃなくて BP 回復量が少ないやつちょっとな、長期戦には向いてないからな。集中攻撃食らうと結構やばいな。電光石火、電光石火早いからな。簡単にちっちゃいのに狙われてるし、ヒットポイントだけは結構あるな、さすがに。強振、総流派でいこう。こいつそろそろ影がいけんな。あ、でももう落ちてきた方がいいか。そうだね。これでお分かりですね。お元気で。というわけで、まあ妊婦の腕輪はいるんだっけ、いらないんだっけ、よくわかんないけど、という感じで今、まだ 100% にはならないか。なのでまあ次で終わるかどうかっていう感じですね。あとはテオドール乱心と、まああの最後のイベントとサルインくらいかな。まあ残ってるイベントをちょいちょい消化してっていうところなので、まあ次で終われるようにしたいと思います。というわけで今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。